はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。あやさんといくスカイリム今からだったら楽しめる続きやっていきたいと思います。ということで、ちょっと変なことになっちゃったんですけども、途中松明を手に入れて外までやってきました。無事外に出ましたね、はい、いいですね。松明があったおかげで明るかったです、うん、でマップ近いな。ちょっとホワイトラン行きませんか。ホワイトラン、ああ補給ゴミとかいろいろ売って。ホワイトランってちょっと下か。結構装備重いですもんね今ね。もう、うん、ちょっと重くなってきましたね。今回は売って終わっちゃうかもな。そんなことはないか。これちょっと時間進めようか。これじゃないや。日に当たると煮えたぎる。なんというかすごく。なんというかすごくなんですか。もしかして血を吸わなきゃダメかな。ああ、確かにずっと吸ってないですもんね。あ、でも攻撃してこないから大丈夫かな。大丈夫ですね。あ、しまった。夜じゃ今度物売れないんじゃないのか。あ、まだやってる。ここはやってる。やあ、友よ。一人前の狩人にふさわしい弓と矢だ。まずちょっと見てみるかな。ないね、手に入れるのは、うん、ダガーとかいらないですよ。あ、でも、うん、まあいいや。先に怪獣とかしに行った。そうですね、本当はその方が一番ですね。じゃあそうしますか。取引していただき本当に感謝。これって高速移動の方が早いかな。どっちもどっちですけど。ここだよね。そこですね。待てよ、お前を知ってるぞ。待てよってなんかキムタク風の言い方なんですね。そんなこと言うんですか。待てよ、待てよじゃなくて、なんだっけ、なんかあるよね、キムタクのよく真似するセリフが。え、なんかドラマですか。あ、いや、あのお笑いで、ちょっと待てよみたいな。ああ、はいはいはい、わかるわかる。怪獣灼熱、これいいんだよね。はいはい、ドワーフの盾、サイキの首飾り。ヒヨウソの指輪、これね、サンフレット、はい、OK、これもうないですね。あと全部売っていいやつですね。 OK、 じゃあちょっとセーブして、この人の話は無視して、このまま降りてってもいいかな。降りたとこにもお店ありましたよね。あります。売るだけだったらどこでもいいんでしょう。どこでも、うん、あの、まあ、関連するお店じゃないと売れないですよ最初は。ああ、そうなんだ。武器屋は武器屋、武器は武器屋にしか売れないし。あんたはいい友達。この上のおっちゃんとこは夜だからいないです。あ、いないか。そこは何も売れない。ここだっけ、はい、よかった、まだやってる時間の夜で。いねえ。いないじゃないか。あれ
っちゃうよ。あれマジない？部屋か。いない。いない。あ、ホワイトランになっちゃった。まあいいや、隣行こうか。隣じゃなく裏へ出てきちゃったこれ。あ、やってない。やってないわ。これ入ってもダメだよね。ダメですね。時間進めるしかないか。戻せないもんね。夕方5時か6時くらいまで進めたらいいかな。何時間ここに立ってるんだ。だいぶ鍵がかかってるのには。まだだ。いやもう、あ、うん、はい、この辺でいいでしょう。一回それカーソルずらして、はい、戻して、はい、気に入ったものは教えて。セーブしとこうかな。何でも売るぞ友よ。ちょっと見てくれ。ちょっとまず見てみて。多くの矢って使うやつでしたっけ。まあでも買う必要もないですよ、そんな。ロックピックはいっぱい持ってるかな。何本持ってるか。回復薬。うん、水差しあるじゃん。あれ特殊なやつです ね、 ね、うん、オッケー。武器から売りますか。武器から売りますか。だがだが、でもういらない。矢系は重量がゼロなんで別にいらなくても。なるほど。弓はそれいらないです。これいらないよね。はい。で、いるいるいるの、いるいるの、いるいる。これもういらないんじゃない？いや、持ってた方がいい。うん。で、アリエルより強いじゃないですか、それ。うん、確かに。うん、じゃあ、あと防具だね。はい。だってこれは必要だから。エメラルドのなんとかなんとかはいらないっすよね。これ。はい。サファイアもそうです。これもいらない。いらない。盾のダメージを軽減するけど。盾でダメージを。まあつけるなら別に取っておいてもいいです。まあつける。あ、ベルソワが今ゼロ円だ。え、ベルソワ。ベルソワがお金持ってないです。あ、持ってないのか。しょうがないな。これあれですよね。殴るか。一回殴って。またぜひ来てと。セーブしておいて。これで切ってもいいの？切って、はい。切ってどうするんでしたっけ？切ってロードです。何をする気だ？これでロード。ピックセーブのロード。これですね。いや、裏技使ってしまったわ。チートだよ、チート。いや、別に何か入れてるわけじゃないし。俺は宝物って呼んでる。お、750復活で、ダイヤモンドとかもいらないし、はい、あ、もうお金ないです。え、マジ？金持ってねえな。忘れるな。最良の。あ、で、一応薬持ってるかどうかだけ。何としてもな。あ、薬、うん、何が必要か知らせてくれ。装身具、雑貨、そんな感じのものだ。薬、あれ薬持ってなんか、あ、出ないのか。ガラクタだって言う。これバグってでしょね。そう、バグってんだよ。全部読んでるやつじゃなきゃダメなんだ。確か薬持ってなくなかったっけ。殴ったら戻らなく、あ、戻った。したしたした。あー、ほんとだ。オッケー。
あ、またこれで売れますね。600持ってるんで。ピックもしょうがないから全部買ってやるか。 OK で、これもいらないよね。いらないですね。これもまあどっちでもいいですよ。マジか。 10% 回復いいよね。吸血鬼シリーズはどっか家に置いとく。そうですね。その回復術のサークレットとかはいらないですね。これいらないよね。血まみれの盾って何でしたっけ。これどこで手に入れたんだろう。全然覚えてない。なんかのやつだよねきっとね。なんでこれはいらないよね。いらないですね。お金持ってないのか。いい、はい、サークレットだったら安いんで売れますよ。あいつ隣に行こうか。今度は店に来てくれ。絶対に気に入りそうなものがたくさんある。大丈夫か。セーブしてないぞ。あ、よかったよかった。時々心配になるからね。あれ明るくなっちゃってないか。今何時これ。6時で。どんなものでも揃ってるわ。質問があったら言ってね。あなた顔色が悪いわ。運動不全症。まあ見ていって。薬。ああそうか。回復薬あった。あ、いっぱいありますね。もうないですね。じゃあ売りますか。あ、薬とかその他しか売れないのか。うん、なんか使わない薬は全部売っていいですよ。売らないでしょ。うん、保温とか。これもいいよな、捨てちゃって。うん、強靭の飛躍もマジか。限定いらない。その前に毒ってついてるやついらないですけど。30秒か。これもいらなくなったよね。いらない。それ一応取っててくれ。マジか。これ薬ってついてるんですけど全然回復しないですよこれ。あ、そうなの。22ポイントじゃないですか。うん、じゃあ全部いらない。うん、それいります。いりますで、その火事って書いてあるやつはもう、あの、自宅の戸棚に入れといて、使う時が来たら使うという。なるほど。治療薬が必要ならいつでも来てね。セーブしておいて、やっぱあいつのところに戻んなきゃダメか。もう一回殴んなきゃダメかな。そうですね。ちょっと思い知らさないと。あ、そこダメです、そこダメです。あ、ここじゃないっけ。はい。あ、ここか。そこじゃない。そこ今入ったとこ。まだお金持ってないよね、多分。どんなものでも揃って。質問があったら言ってくれ。質問はないけど、ごめん。ベレソアのところで働いてるんだ。雑貨屋だよ。ベレソア、助けてくれ。あ、これじゃない、これじゃない、これじゃない。いいえ。何も覚えてなさそうだね。ガラクタだって言う人もいるけど俺は宝物って呼んでる。あとなんだ、この辺もいらないよね。うん、首飾り玉石の、はい、巻物。であと巻物とかですかね。使わないやつはいらないよね。俺巻物全然使うタイミングがないんですよ。多分一回も使わないよね。うん。あ、また金がね。金ないのか。まあ大した店じゃないのに。あ、薬買ってから。あ、薬ね。そう考えてるんだろう。ちょっと見てくれ。
あるじゃないか。もうないです。もうないですか。一ゴールですか。もうないですか。忘れるな。大量の取引を用意するわ。何としてもな。やっぱ今回これで終わりそうだな。ボス戦とか言いながら。やっぱ RPG ってやっぱ装備整えるのが一番大事なんですね。悪いね。確かにね。うん。話があるのか。サーシング、雑貨、そんな感じのものだ。とりあえず先に薬買うか。で、巻物を。お、話術が終わった。材料はその他ですかね。その他か。で、いらないやつ。これいらないよね。アメジストね。26。いや、持ってないです、持ってないです。そんな大金こいつ持ってないです。ないのかよ。もっと、もうちょっとないですかね。本当にいらないやつ、下の方に。あ、ロックピック結構持ってるわ。インゴット？あ、いや、いります、それは。あ、ないですね、これは。売るのがない。売るのがない。じゃあ今のこれを少し売ろうか。そのなんだっけ、ガーネットとかはあの宝石にしてしまうのがいいですよね。あ、宝石にできるの？うん、宝石っていうか、あの装飾品か、うん、指輪とか首飾りとか作れるんだ。作れます、はい。あ、それで売る。売る、はい。で、薬がどのぐらい手に入ったかな。あれ、まあいろいろとね。あ、ダメか、見れないのかい。まあいろいろとね。まだ下ですかね。あ、体力じゃないか、回復薬か。あった。7、7、4。そんなにいっぱいないな。あ、いっぱいないんですか。結構あると思ったんだけど。全然足りない。だいたいあのほらドラクエとか FF とか99個持って歩くタイプの人だからな。いやよし、じゃあ時間も時間だからあと1回だけちょっと悪さをしようか。で、回復薬だけ買って。ああ、うん、あ、間違えた。今度何か用か。回復薬だけ買って、助けてくれ。終わりにしようかな。ああ、まあいろいろとね。あれ、もしかして、うん、ないですね。ないパターンですか。もう一回やっちゃうよ。じゃあないよね。ないですね。ないってあんのかい。大した店じゃないな。絶対に気に入りそうなものがセーブしなくてもよかったか。下のお店とか行ってみたらいいかな。まあいろいろとね。あ、これしかないんですか。ないよね。よし、じゃあ下のお店とか行ってみよう。また今度。ついでにちょっと家寄って。いろいろしまっていきますかね。下のお店って、ああ、ヨードルハンツマンですか。うん、そう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 、ヨードルハンツマン。ああ、薬は売ってないですよ。嘘、売ってないですか、はい。じゃあこれしまって終わりだな。
階だっけ、しまうの。どこでも戸棚だったらいくらでもしまいます。お、ゴールドがあるじゃないか。で、さっきの何でしたっけ、この辺か。なんだっけ、吸血鬼シリーズ。吸血鬼シリーズを、あ、これじゃない、今 何から入っちゃった。クリックじゃないです、ブーツ、ブーツ、これか。R ね、 R、 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 これもいいよね、R、ですね。これはあった方がいいのか。これ1個売ってもよかったかな。その他、その他、その他で、なんか使わないやつは、あ、なんかクエストアイテムは全部入れてしまった方が。この辺のやつ。そうですね、はい。これいらないよね。いらないです。その、カンティクルの木の樹皮。カンティクル、これ。はい。クリメクの物質。あ、しまえないな。アルバクの頭蓋骨。アルバクの頭蓋骨、これ、なくても大丈夫なの？なくても大丈夫です。はい、あ、そうなんだ。エキス抽出器って何だこれ。ドラゴンの墓場の地図。なんだろうこれ。何使うんだろう。地図で探すんじゃないですか。あの、ルビーパラゴンとかも全部しまっていいですよ。ダイヤモンドパラゴン。はい。真珠の水差し。月長石の鉱石。珍しい石はしまえないのか。そんなもんすかね。そんなもんすか。オラバザの気象もしまっていいですか。これ何これ。これもいらない。ね、これ。しまえない。これは？これしまえないと思いますよ。うん。ゼロはダメなんだ。あとは鍵は、鍵はもう関係ないです。これ重さ関係ないんだね。重さ関係ない。あれ武器、武器はなかったんでしたっけ。ウースラード使わないんだったらしまっていいですよ。使わないですね。R、おー、でも結構重さなくなりましたね。187、うん、だいぶ半分近くになってきた。こんなもんでいっか。おー、だいぶすっきり。あ、その火事、火事、火事。あ、これね、はい、これも、これも、はい、これも、あ、眠り着もそうですね。体力100ポイント。これもいらない？ある、はい。OK。おーし、183。ということで、この辺で今回は終わりにしましょうかね。整理しただけだったけど、ボス戦とは何だったのか。ボス戦の前に。ボス戦の前に。ということでね、次回じゃあ本当にボス戦行きましょうかね。はい。はい。それでは、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。あやさんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。